どうもポンジーでーす。というわけでね、はい、今日から YouTube チャンネルを開設いたします。2月ね、はい、頭から、うん、シェアハウスをしてまして、ここは我々のもう3階のね、うん、まあ、一軒家に住んでますけれども、はい、シェアハウスをしてまして、めちゃくちゃいい。3階がこの音楽スタジオ兼、まあ、トークスタジオになってます、うん、めちゃくちゃいい。いい具合にできたんじゃないですか。昨日壁紙貼り終えてね、はい、こっち側の、うん、もうエアコンもつけて、そう、エアコンもねちょっとかかりましたが、バッチリよ、バチバチにちょっとかかりましたが、どうですか。うぅい、計4台つきますからね。大変やん、まあ、めっちゃ高い。仕事ないねんぞ今。今ないな。まあ、こんな状況ですから、はい、ちょっとこう切り崩して、はい、して、これからね、まあ、まずはね第1回目の、YouTube ということで、うん、僕たちの、自己紹介であったり、そうですね、できたらいいなと思って始めていきたいと思います、はい、というわけでね、はい、今回のこの YouTube は、スタッフさんがいてくれることもあって、そうですね、3人ですか YouTube を、はい、動かしていって、はい、頑張っていきましょうということなんですけども、はい、じゃあちょっと僕たちも、うん、今から何が行われるかっていうのはほぼほぼ知らない状態なので、じゃあまず皆さんにですね、はい、分かりやすくお二人の自己紹介を、はい、名前とかもしてほしいんですけど、はい、結成何年でしたっけ、うん、結成、いやいや、そうやな、すぐ出てけへんの、分かんな、2017年が、本格的、はい、活動開始、うん、記念ということは3年、3年とちょいかな、3年とちょいですね。本当ですか？嘘ついてないですね。ちょっと今結成してから3年とちょいじゃないんですか？3年とちょいでよろしいですか？はい、よろしいです。では、3年で、はい、お二人が出会ったのはどれぐらい？俺が出会ったんは出会いは6年前ぐらいじゃないですか？7年ぐらいか、6、7年前ぐらいですね。6、7年前ということで、うん、お二人はお二人のことをどれほど分かっているのか、ポンジタコ紹介タイム。タコ紹介いきなり始まったぞ。事故じゃなくてタコってことね。そうですね、ということで、うん、お互いの生年月日、血液型、はい、そして年齢ですね、それを、書いてお名前の字までですね、はい、書いていただいて、はいはいはい、それでお互いの紹介をしていただきたいと思います。しゅんちゃんの場合はどうしたいの？しゅんちゃんの場合はしゅんちゃんの方でいいの？だから僕がヒビックの紹介をして、ヒビックが僕の紹介をするんですね。そうですね、その話じゃなくて、しゅんちゃんちょっと癖あるやんか、名前がですね、お名前がどっちのしゅんちゃんで言ったらいいの？でもそれを分かってるか分かってないかじゃないですか、これもう。あ、もうそこはじゃあやってますから信用ということで、はい、じゃあ名前、年齢、生年月日、はい、血液型、あとですね、何座の何年まで書いていただいてよろしいでしょうか。はい、それでお互いが相手の紹介をするという、これぐらいはね最初なのでできるでしょう、分かってるということで、どうなのか、これはできるでしょう。何座の何年かまで書いてもらっていいですか？何座の何年、はい、何座の何年、俺から計算したらいいか、星座分からへんな、星座のなんか考え方ってどうやったっけ。11月の釣りを思い出して、何座、もう感覚でいくわ、俺感じますね。感覚でいくわ。俺何年かも分からへんな。僕はできました。お、一旦できました。できましたか。はい、今ちょっと待ってください。ちょっと待ってね、はい、こんな感じじゃないかな。お、いけましたか。いや、結構正確にいけてると思います。 OK です。お、行けました、はい、とりあえずカメラに向かってですね、1分ぐらいで相方のお名前とそれを紹介をお願いします。はい、ではどうぞ。ポンジーの相方になります。はい、浜田俊さんですね。それを言ってたんやね、ずっと。ほんまに。そりゃそうでしょ。そうやで、1994年11月15日の AB 型でございます。犬年のいて座です。こちらが浜田俊くんの初期プロフィールでございます。身長はセンチです。もう間違いはないですか？間違いないと思いますけどね、犬年 AB 型、いて座ちゃう。
伊手座ちゃん犬当てに来ましたわ予想で犬ぽいなみたいなわからんくなっておる犬同士なん犬同士ですよ伊手座ちゃうわ何座ですかサソリ座ですわあー迷った惜しかったサソリと迷ってん俺あそうなほんまにほんまに11月はサソリっていうことですね。そうだね。勝ちます。1994ですわ。お、ということで、そうですね。点数で言うと、この時代ぐらいなので95点ぐらいですかね。ね、分かってますね、これ。はい、わ嬉しい。オッケー。続いて、続いて、はい、じゃあ、うん、浜田くん、はい、お願いします。僕の相方は上野響輝くんです。はい、ということで、はいはいはい紹介していきます。上野響輝こちら漢字、まあ響く。まあ、上野はまあ無難な上野で、ね、まあ何言うなねはい響きは響くはいで、32歳独身AB 型何これうんで、誕生日は1992年の1月15日です天秤座天秤座じゃないですか猿年そして、まあ、好きな言葉はだっとれですねいやいやこれがうちの相方ですちょまずさ、はい、こういうの良くないと思う何何が分かってるやん自分いやもう計算せえやほなあれあれちょっとあ何かこれ1992年と、はい、今2020年引いた分かるやんけおいでもまあアラサーアラサーアラサーってまあアラウンドサウンドアラウンドサウンド何やその音楽みたいなアラサーやには近づいてるよ違いますこれもう今貸してください僕もう僕28歳です28ピチピチの28歳やからねいやだいぶちゃうかったねであの天秤座じゃなくて、はい、あのヤギっすおおでもね猿年は合ってるわまあ僕はこれはもう当てに行きましたからあこれもなんとなくでいやいやもう当てに行く知ってたから知ってた好きな言葉とアットレイはまあちょっともうイメージ悪いな一回さそんなこと言いますからねボケ破壊よう言いますから好きな言葉は愛ですねいや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 家族全然ちゃうよ家族とかいやお前この先どうしていくつもりなん愛とかやな俺は好きなこといやまあまあそんな感じですね70点っすわ70点だってもうこの年齢をちょっと詐称してる時点でこの受けを狙いに行くっていうもうダメですね。これだと思ったんですけどね。いやいや真顔ですな。というわけでね。はい、我々は、名前からいきますか。こう公開しましょう。ああ公開しましょう。上野響輝と浜田俊です。でポンジーとして、はい、PONGEE ポンジーとして音楽活動をしております、はい。よろしくお願いいたします。はい初回動画ご視聴ありがとうございました。次回ポンジーチャンネルの名前を決めていきたいと思います。お楽しみに。バイバイ。